皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介、2023年9月17日、9時46分挟む、なんですが、今回軍事費について物申すということでですね、それプラス、皆さんごめんなさいです。本当にしっかりとね、私がエネルギーの残存量問題を把握していた時であれば、もともと F-35 なんてものは断ってたんですよ。1997年8年フルーツラーパークで勤務していた頃、まあテレビの放送は昔から結構むちゃくちゃなところがあって、例えば原発で使用するウランなどについて、それを核兵器に換算してテレビで放送したりとか、ワールドビジネスサテライトで昔、していた時期があって、同じような内容が、今年も一回見ました。昔の映像を見せられたのかもしれませんけども、喋ってる人たちが別の人たちでしたので、急に中国が核兵器2000何百発と、いうような話で、違いますよ。自分の国で原発あるじゃないですか。それで使用するウランの量、まあウランもプラトニウムも同じなんです。ウラン鉱から出てきてますから。で、それはプルサーマル計画といって、もう両方とももう元々同じようなものだから、もう両方とも一緒に燃やします。それがプルサーマル計画なんです。モックス燃料っていうね。で、もともとね、エネルギーの残存量問題を知ってた頃は、まあ、その時その2000発のことを言った人たちをもう君たちもいらないからっていうことで、テレビ出演をもう、こういうふうにしました。ダメっていうことで。もう、本当は20歳ぐらいの頃から、その当時の国会議員の方たちとかから、いろいろ本当の話を教えてもらって、で、テレビに出て、平気で間違えたことを言ってる人たちを、もう僕の方でやっつけるというかね、しっかり、しっかりとした情報を本当に放送しなかったら、もう、分かってますかっていうことで。で、F-35 も最初断ってたんですよ、その頃の僕は。で、一時期、そのアラブの春とかテレビで放送してたでしょ。あれ本当はオイルショックの前の第四次中東戦争なんですよ。だから1970年ぐらいの頃。で、いろんなニュースで、過激なニュースいっぱいあるでしょ。ロケットの打ち上げだの、大陸間弾道ミサイルだの、なんだのとか、そういう方なので、で、感覚がおかしくなって、F-35 を日本も購入した方がいいんじゃないかとか、まあそういう風な話になってしまったんですよ。で、結局、本当はフルーツラパークの時に日本が本物の真の第5世代戦闘機を見せるっていうことで、車輪だけ置いといたらいいって言ったんですよ、僕は。で、本当にそうしたんです。自衛隊の見本市で。これが日本の第5世代戦闘機、シンシンだって、心の中身って書いて、シンシン、車輪だけ置いてる。そんなものにいちいち隙を使われてたまるかっていうような話で、本当に、世界国税税で、2014年、わかりやすく言いますとね、こちらの方で技術的採掘可能な石油の埋蔵量が残り59年分で、今月、2023年9月に発売された2023年の世界国勢税で、残り54年分にしっかりと減ってます。どんどん深さは掘り進んでいて、新しい輸送とか行き着いてるんですよ。行き着いてるんですけども、消費の量が拡大しすぎてるんですよ。発展途上国がどん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 次々と先進諸国化してるのと、日本国内もそうなんですけども、無駄なエネルギーの使い方が多すぎた。例えばスタジアムの建設だとか、そういうふうな、無駄をまず省かなかったらもうどうしようもないと。まあ映画館で言うと最近、新海誠監督が、とある、市の、映画館を、閉館していただきました。もう人口2003年から個人情報保護関係が出来上がってから、少子化がすごい進んでるんですね。で、先進諸国どこも少子化なんですよ。この状況に合わせた、内容で物事を動かしていかなければならないという状況なんです。で、数字
輸出国としてね、武器の輸出国として、物事を見ると、まあ、2018年アメリカ、単位が100万 TIV って書かれてるので、これは TIV というのはどういうことかな？価格単位ですね。独自に作られた。で、まあ、数値が大きくなってるか小さくなってるかで、いきましょう。2018年9674、単位が100万だから96億7400万 TIV で、翌年108億8800万 TIV で、2020年は、数字下がって24億2600万 TIV で、2021年、109万9400 TIV で、2022年が大変なことになってるんですよ。145億1500 TIV と。いきなり 1.5 倍ぐらいになってるんですよ。ちょっとアメリカさんどうしたんですかと。エネルギーの残存量問題が最優先だったはずじゃないですかと。まあそういうふうな話になるんですよ。で、テレビでね、ウクライナとロシアの戦争というどうでもいいニュースしてますけども、ウクライナをロシアに併合したっていうニュースあったでしょ。あれ、もともと僕が言ったんですよ。提案で。その石油とかガスを採掘しているのはロシアじゃないですか。まあサウジアラビアとかアメリカもしてますけども、ベネズエラとか、ブラジルもそうですけども、いろんな国がしてるんですけども、ロシアは埋蔵量結構あるわけじゃないですか。で、エネルギーの残存量問題でね、例えば、ロシアももう自分の国だけで、ガスとか石油を使いたいと、他国へ売る余裕ありませんって言われたら輸入止まるでしょ。そしたらヨーロッパの国なんてほとんどね、もう大変なことになるじゃないですか。だからウクライナはもともと旧ソ連の一部だったから、ロシアの領土になっといた方がいいんじゃないですかって言って提案したんですよね。まあ自分なりの意見として。で、まあもちろんどうするかどうかは、ウクライナのその時の、トップの人たちが決めることであって、もともと、1980年代にソ連という国があって、ソビエト連邦という国があって、で、もともとロシアという国なんですよ、ソ連の範囲は。1900年の頃のロシアの範囲がそのソビエト連邦の範囲なんですよ。で、なぜその1900年代にね、ロシアが崩壊したかって言ったら、まあ戦争ももちろんあると思いますよ。第一次世界大戦とか。だけども、根本的なところで、その頃ってラジオがね、富裕層とか政府上層部の人ぐらいしか、しかも電波が入ったり入らなかったりで情報を得てたでしょ。だからもう今でさえ情報ごちゃごちゃなのに、その当時の人たちが、そんな状況で正しい情報とか正しい認識なんかできるわけなかったんです。言語が違うから。あんなに広い国土面積。日本だって、昔の東北の方の人たちと、まあ沖縄の、昔の沖縄琉球語を使う人なんか、日本語と全然違うから、話なんか通じないでしょ。テレビの普及があって、標準語が広まって、だからお互い、話の会話が噛み合うようになったんですよ。だから、その当時のロシアは自然と崩壊した部分もあると思いますよ。その、違う言語の人たちがそんなにたくさん集まってきて会議したって、どうしようもないでしょ、会議の方が。で、今、まあそういうふうな部分があってね、エネルギーの残存量問題で2013年ぐらいかな、提案したのが、もうウクライナ、ロシアの領土になっといたらいいんじゃないですか、みたいな形で言ったんですよ。で、それをもとにして、ウクライナとロシアの戦争をしてるのか何なのか、もうわけのわからんこと、本当にテレビ局はっていうことになってくるんですけども、ちゃんとした本当のこと言いますよ。さっきの単位 TIV のね、兵器の輸出、まあ、
メリカは急にとんでもない、額になっとる、なってると 1.5 倍。これ、国連加盟国は軍備縮小を義務付けられてるんですよ、法律で。国連条項で。で、ロシアはしっかりと減らしてるんです。2018年、71億7300万 TIV。翌年、56億2700万。まあ、一旦何百万の、何百万とか何千万の単位、一旦省きましょう。その方が分かりやすいか。71億から56億まで減らしてるんですよ。で、2020年なんか、その次39億まで減らしてくれてるんですよ。で、2021年は28億まで減らしてくれてるんですよ。すごい平和志向。テレビのニュースもめちゃくちゃ。で、フランスの方はね、2018年が19億9800万なんです。だから、まあ約20億としましょう。で、2019年約36億。2020年が約23億。で、2021年が約38億。2020年が30億。こんなことを知る場合じゃないですよ、フランスさん、マクロンさん、僕と同い年のマクロンさんっていう、こういう話になってくるんですけども、ごめんなさい、僕もその洗脳されてテレビのニュース F35、世界中でみんな同じものを作った方が効率いいんじゃないかなと思って、進めてしまった方なんです。僕も安倍政権通して、僕からの音声テレビでどうせ伝わるから、世界中の政府、上層部の人たちに、それでも両面あると思うんですよ、本当に。SD カードでも送ってきてそう言ってるし、まあこの方が、まあ効率はいいといえば。で、多分みんな思ったと思うんですよ。で、本当に長い間使ってた戦闘機とかあるから、もう、答え、間違えました。ちゃんと1998年のフルーツラーパークのあの自衛隊の展示会の時のあの心身、車輪だけを置いといて心身、これが第5世代だと、もう戦闘機はいらないと、エネルギーの残存量問題の方が上であると、本当に、切羽詰まってると、もう、石油の採掘可能埋蔵量も54年分って、本当はその埋蔵量を2020年の消費量で見ると、計算したらかける50年したら100億キロリットルほど足りないんですよ。な、掘ってない、あと4年なんとかしようの方で、本当に人類余裕ないか、ブルーインパルス、いらん、もうすぐに溶かしなさい、製鉄所での話ですよ。で、河川水門開式弾発電の門とかに使用するからって、本当に。もう世界中もうそういうレベルの話です。エネルギーの残存量問題。で、世界上層部の人たちもテレビのニュース見たらもう頭なんか洗脳されるでしょ。巨大な兵器やテレビ。ナチュラルでみんな間違えてくるから、本当に。しなきゃならないこと。で、ドイツは2018年11億、2019年10億、2020年11億、2021年、9億、2022年15億と。で、イタリア、2018年5億、2019年3億、2020年8億、2021年16億、2022年18億、イギリス、2018年6億、2019年9億、2020年6億、2021年6億、で、またもや2022年事件、イギリス15億。せっかく抑え込んできたのに、輸出ですよ。武器の輸出。稼ごうとして2022年に西側諸国は暴挙に出たと。こういうことなんですよ、答えは。で、かたや輸入国。インド2018年21億、2019年34億、2020年、28億。ちょっと落ち着いてきたかな。と思ったら2021年41億、2022年38億。まあもう一度巻き戻してますね。輸入量。もう買わなくていいです。根本的に。軍事関係のもの。世界中の国が。貿易輸出入、軍事関係。もう全員ストップ。無理。本当にエネルギーの残存量。50年分、多分掘ってる分もこれから先掘り続けることも考えて、採掘可能埋蔵量54年分しかないから、もう急ピッチ自然再生可能エネルギーに舵切り替えるの。
サウジアラビアも2018年32億、2019年34億、2020年24億、2021年17億、2022年22億。まあ上がったり下がったりなんですよね。だから2021年の17億でだいぶ減らしてくれたなという部分はあるんですけども、もうみんなオールゼロにしましょう。貿易輸出に。本当にいらないですから。で、カタール、5億、2019年、20億。ねえ、もうお金持ち始めたら、もう、2020年、8億、2021年、20億、2022年来ました。33億。2020年の頑張りの輸入8億に抑えてた、その頑張りはどこ行ったのか、2022年になったら33億って、海洋圏4倍じゃないんですから、本当にもう。で、中国は、2018年、21億、2019年15億、2020年8億。で、まあ大体だから2020年見たら結構みんなまともになろうとしてたんですよ。で、2021年が、9億、2022年が8億。やっぱり西側諸国の方が狂ってるでしょ。中国とロシアの方がまだまともじゃないですか。もうこれは本当の話。みんなも聞いてびっくりしたでしょ。で、エジプト2018年16億、2019年、これ輸入ですよ。11億、2020年14億、2021年12億、2022年、頑張って7億、一気に減らしましたと。エジプトさん、頑張ってますと。こういうことですよ。で、韓国11億2018年。で、2019年14億増えてる。2020年12億減ってる。2021年かなり頑張ってる。7億。2022年めちゃくちゃ頑張った。4億まで減らしました。韓国、頑張ってます。素晴らしいです。パキスタン、2018年8億。2019年7億。2022年6億。ここまでは素晴らしかった。だけども、2021年11億、2022年15億。これ多分、もうそのアメリカの輸出がね、一気に109億から145億円に上がったでしょ。どうせ F35。絶対それ。もう、周りの国が買わされた方。本当に。ちょっと、もうアメリカの人たちもちょっと本当に歯食いしばって本当に僕の提案いろいろと受け入れてくれなかったら無理です、本当に。世界中まともな方向で進んでいたのに F35 の話で話めちゃくちゃなってます。で、2018年日本7億、2019年9億、2020年9億、2021年9億、2022年12億。四捨五入すると13億。アメリカも、まあ、なぜか輸入してるんですけども、2018年3億、2019年8億、2020年8億、2021年8億、2022年8億。まあ、大体横ばいです。もう大体でいいです。何千万とかの話、組み込んだらややこしくなるから、これぐらい言った方が、これぐらいの方が分かりやすいですから。アラブ諸国連邦、11億、2018年。で、2019年が8億減ってます。2020年が、5億。2021年5億。2022年、なぜか増えて6億。多分 F35 のせい。頑張って減らしてきたのにっていう。ねえ、もう。で、クウェート。2018年、約、まあ、ここはもう、何千、もうその奥ないから、まあ、9600万、もうそういう単位で言いますね。2019年、5500、2020年、6600、2021年、一気に9億。2022年、12億。絶対 F35 のせい。イギリス2018年、5億、2019年3億、2022年、2020年6億、2021年8億、2022年7億。
まあ、2020年ぐらいから急激に増えてるんで、同性 F35 でウクライナ、7000万、2019年2300万、2020年1800万、かなり減らしてきました、輸入を、武器の輸入を。しかし2021年残念ながら3900枚に増えてます。どうせ F35 じゃないかなと思います。で、2022年驚愕の一機26億4400万円買わされてる、多分 F35。 もうウクライナとロシアの変なニュース、あの戦争のニュース流してる場合ありませんよ。もうこうなってきたらエネルギーの残存量問題がもともとの軸で、僕だってテレビのニュースいっぱい放送されて精神病院にあんなに連れて行かれたら僕も頭おかしくなりますから、エネルギーの残存量問題を軸にして考えなきゃならなかったのに、いつなんか僕もだからそのもうだからもうこれ最終結論で自衛官、ブルーインパルスはもうなし、戦闘機はもう一切なし、戦車もなし、今あるものだけで良い、作るのなし、これでいきましょう。本当にもともと1998年ぐらいにフルーツアーパークで僕は、第5世代戦闘機とは心身心の神で、それは戦闘機を作らないということであると、エネルギーの残存量問題理解してますかと、それで高い給料渡せませんよ、知りませんでしたらっていうことになるんですよ。本当にもう本当に2023年のデータで石油採掘可能埋蔵量の年数が54年ですからね。で数字見たら明らかに50年で計算したら消費量もね50年分ないんですよ。だからまだなんとか掘ってあと4年なんとか先延ばししますの考え方なんですよ。これも本当の話が、本当の国防とは世界中のその、軍はね国防だから、本当の国防とはエネルギーの残存量問題に対応して先進文明を少しでも長引かせなければはならないから、今頑張って自然再生可能エネルギーに力を入れることなんですよ。だから軍需産業なんかいらないいらない、世界中の全員倒産当たり前することあります。河川水門回式玉発電を作ってもらって、あとは建設業界が設置、ギアの部分に関しては自動車メーカーが長けているから各自動車メーカーが頑張る、効率の良いギア、河川水門回式玉発電の回転扉でタービンを回して発電します。そこはギア費、ということです。世界中の皆さん、絶対的にご協力お願いします。もう戦闘機いらないですよ、本当に。僕も間違えて、トップガンマーベリック、ハリウッドさんに提案してしまった方なんですよ。昔トップガンが続編すぐなくなったのも、戦闘機なんか飛ばしてこんなにガソリン消費してる場合じゃないでしょうって、何のために国連作ったと思ってるんですかっていう方向性だったんですよ。まあトム・クルーズさんには申し訳ないんですけども、まあ話合わせてもらって、やっぱりそうなったぐらいで言葉返してくれたら、ありがたいなと思います。いやー、僕も上から言われてぐらいでいいですよ。もともと提案してしまったの僕ですから、皆さん大変申し訳ございませんでした。本当にもう、世界中の軍需産業の人たち、あなたたちが勉強していないから忘れちゃったんでしょう。自分たち、そんな話来てもちゃんと断りなさいよ。何のための役員で、法律であるのが会社法で会社の責任になってるでしょう。世界中の大手軍需産業財閥官のところですよ。もう本当にもう月間違えたらもう戦闘機の生産、戦車の生産、ミサイルの生産一切なしですからね。君の名はというアニメでしっかりと最後緊急放送で
隕石の落下に関してみんな逃げてるんですよ。もう答え出してるんですよ、昔から。緊急放送で全員逃げるしかないと。ミサイルで迎撃、どうせ大きな隕石なんか、不敵だ。無理。体系内で核兵器使ったところで、それ衝撃が地上に来ますよ、ソニックブームが。だからもうアルマゲドンっていう映画が1998年ぐらいに出来上がってるんですよ。1998年か2000年までの間に、1998年だったと思いますけどね。それはちゃんと大気圏に隕石が突入してくる前に、ロケットで、人間が隕石まで接近していって、同じスピードで合わせて横付けして、で、乗り込んで、隕石に乗り込んで人間が。で、ドリルで穴掘っていって、隕石の中心で核兵器を爆発させて粉々にするっていう作戦だったんです。その映画を26年ぐらい前にもう作ってるんですよ。そこで答え出てたのに、これだともうどちらが賢いかわからないでしょ。そしたらその時、まあ、ハリウッド全員がわかってるとは言いませんよ。だけども、その当時のアルマゲドンのスタッフの人たちの方が賢かったじゃないですかっていうことになるんですよ。学問って一体何だったんですかって、大学行ってる人間ほどエネルギー消費してるって、国の税金まで使ってって、話めちゃくちゃ。だからこれが世界の実情ですので、本当に世界中の国連加盟国の皆さん、本当にご協力よろしくお願いいたします。もう相手はもう軍事の展示点とか行い始めたら、もう周りの国叱りましょう。本当に。そんなことしてる場合じゃないっていう話になったでしょって。何武器作ったのっていう話で。そんな暇あるんだったら、その金属を解体して、河川水門開閉式ダム発電とか作らなきゃダメだったでしょっていうことを、世界中で行うんですよ。一応、まあ、けど日本で暴動なんかちょっと考えられないんですけども、まあもう今日本の戦車、キャタピラ付きなんかないと思いますよ。ちゃんとアスファルト用でタイヤつけてますから、もうそういうのも溶かして、金属の部分、各種類に分けてですよ。金属も細かく言うと30種類以上ありますから、だからそれ強度とか全然違うんですよ。融解する温度とかもそうなんですけども。だから、河川水門開始ダム発電行きになりますね。だから街の中とかで、中古車販売センターとかが倒産して、で、車も10年以上ほったらかしになって、もうボロボロになってる車なんかいっぱいあるんですよ。あと街中の駐車場でも、これもう持ち主の人、お亡くなりになった人の車なんじゃないかっていうのもありますし、まあ原付とかもそうですし。まあちょっと山の中入っただけで、もう完全に周り草で隠れてしまってる、車かな、トラックかな、そういうのもあるんですよ。それちゃんと回収して溶かしたらいいんですよ。海外から鉄鉱石買ってる日もあるんだったら。だからそこは自動車メーカーの人たちが頑張って分解したらいいんですよ。車作ってる暇があるんだったら。もう中古車売ってりゃいいんですから。65歳以上の人たちを免許証強制返納をする法律作って強制売却と同時に、それしかも世界中で行いましょう。そうすれば事故の数減りますよ。死亡事故の数、あと大怪我させられた事故とかね。だからひどい人とかだったら両足切断しなきゃならない事故とか実際あるじゃないですか。みんな電車バス徒歩です。仕事でどうしても必要な人だけ車を購入する。この世界で良かったんです。で、トヨタさんの、トヨタさんとか自動車メーカーの仕事は、2025年からガソリン車を販売停止して、世界中の。で、まあ、経済原理があるから、その法律、65歳以上の人の免許証強制返納と強制売却の話、それしなかったら無免許運転しますから。それで中古車が溢れ返りますから、世界中で。だそれ売ってりゃいいんです。自分ところの生産した車を。で、工場の方は河川水門開閉式ダム発電を、総力を上げて作ると。まあ、こういうことになります。
これで仕事は行き渡る。で、建設業界は全員、もう家作るなんかほったらかしにしといていいですから。もうとにかく、もう作りすぎた後、もう空き家1000万件以上ありますから。もうほとんどはもう新築のところ。で、もう日本中の河川水門開始機玉発電を徹底的に敷設していくと。建設業界総力を上げて。で、あんまりもう建設業界人増えなくていいですから。もうすることあんまりなくなってきてますから、世の中。増えたら増えたで勝手に家建てようとするから、厄介なんです。身勝手に家建てようとするから。以上です。これは軍需産業に関しての物申しです。皆さんも驚いたでしょう。実はロシアの方が、ね、武器の輸出を毎年抑えていて、完全に逆のことしてたのがアメリカなんですよ。いくら淡井圭介が間違えて言ったからといっても、あ、そこはアメリカが踏ん張らないと、世界のリーダー国なんですから。君の言ってることは間違えてるよって、エネルギーの残存量問題の解決の方が大事だからって、もう我々も戦闘機作らないからぐらいアメリカの大統領が言ってもらわないと。もう西側諸国、アメリカ以外の国でみんなで文句言いましょう。どうせほとんどの特権アメリカは持ってるから、高い声買い物をさせられたって、そこ一致団結、中国とロシアも仲間に入れて失敗のものすごさが大きすぎます。アメリカの場合は、本当に F-35 の話。もう、戦闘機いらない。もう、世界中でもう、こうしましょう。第5世代戦闘機は、日本のね、シンシンみたいに車輪を置いてるだけの映像。もう別に合成グラフィックでいいですから。バーチャルの展示でいいって。下にもう、大きな文字で書いといたらいいんですよ。我々の国は一切、軍事物を生産する気はありません。残ってる鉄砲の弾で日本だったら熊とかイノシシと戦いますって。もうこれは本当の話です。もう世界中どこもそうですよ。中国も熊いるでしょう。大きな熊は本当に2メートル超えてくるような熊もいますから、銃じゃなかったら無理ですよ、本当に。しかも、ちょっとやそっとの銃じゃなくて、威力のあるライフルとかじゃなかったら、だから国によってはワニと戦わなきゃならないでしょう。でも、めちゃくちゃ大きな鹿みたいな、名称何って言ったか忘れましたけども、もう体重500キロある。あんなものに突進してこられたらたまたまじゃないですから。だからそういうの相手に武器弾薬を残しておく、もう一般的な大陸間弾道ミサイルとかも短距離ミサイルとか迎撃ミサイルも全部そう。全部解体。で、そんなことで燃料を使われたらたまたまじゃないですから。これ世界中で話合わせてくださいよ。もう本当にもう50年も本当のとこあるかどうかわからないですからね。で、ガソリン車の販売停止も2025年で行きましょう。で、それプラス併用して、65歳以上の免許証強制返納、どうせ政治家の人たち、65歳の人たちが反対しようから、そういうことになるんですよ、きっと。で、車の強制売却。ね、仕事を降りて、時間あるんだから、ちゃんと電車バスで移動しましょうって、今時スマートフォンがあるんだから、電車とかバス乗ってる時に適当にスマートフォンとか見てりゃいいんですから、映画とかも。見れるんだから、うん、それでアメリカ YouTube で稼げるじゃないですか。でしょ。これで皆さん本当に話合わせてくださいよ。チャンネル登録と、皆さんへのお伝え、ご協力のほど皆さんよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。